ヤギ大介は、日本の作家、政治家、参議院議員。本名は、木本平八郎。大阪府平方市出身。1951年、京都大学経済学部を卒業し、共和公益へ入社。コロンビア三菱商事福祉配人や機械、総括部次長などを務める。1981年3月に、青年重役が、 日本経済新聞の検証経済小説に当選し、著述業にも手を広げた。1983年5月1日、定年まで1年半を残して退社。翌月の第13回参議院議員通常選挙に家族の反対を押し切って立候補し、サラリーマン新党から比例区で当選を果たす。この時、数年の間に大きく境遇が変化したことを経済学部から、 文学部に移って、今度は、法学部に来てしまったようなものと例えた。しかし、党の運営方法などに不満を募らせたことから、同党代表の青木茂へ離党届を提出し、1987年1月10日の評議委員会で承認された。ただし、サラリーマン新党、参議院の会という院内会派に所属し、税金問題での共闘関係は維持した。その後は、 実年クラブ代表として活動を続ける。1989年1月17日、神奈川県庁で記者会見を開き、同年夏の第15回参議院議員通常選挙に神奈川県選挙区から無所属で出馬することを表明。この選挙において、日本に形成された5300兆円の資産から年間370兆円の利得が発生すると指摘し、 この5300兆円の資産に1%課税して得られる税収53兆円を消費税税収相当額6兆円、所得税税収相当額10兆円、年金倍増相当額13兆円に充当することで日本が生活大国に前進でき国民生活にゆとりを作り出せると訴えた。しかし、 結果として13名中6位に止まり、繰り上げ当選の資格も得られなかった。2012年4月20日、心不全のため死去した。満85歳没。5月18日、生5位局日中受賞を送られた。本名の平八郎は、大阪の商人だった父親が、王子を平八郎にちなんでつけたものという。また、後の町田市議会議員となる。 吉田つとむなどが秘書にいた。ありがとうございます。